どうも、ウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画、イグサカ、始めていきたいと思います、えー。今回お話しする話題はこちらです。ダダン田島幸三会長続投決定というニュースでございます、えー。日本サッカー協会の会長選が行われまして、現職の田島幸三会長がですね、えー、続投が決まったというニュースでございます。えー、今回は単独出馬だったんですが、えー、64名。 参加ししてていいたた名満票の票の獲得でですすね続党が決ままったというニュースでございます、えー、その評議員はですね、各都道府県の協会の代表、J1 クラブの代表、そして、えー、関連団体の代表の計75名なんですが、えー、今回出席してたのは64名、えー。どういった理由で欠席してたのかちょっとわかりませんが、出席してた64名満票の票を獲得しまして、えー、続投が決定。これ3期目に突入するということが決まったという話題でございます。えー、田島さんの 紹介をしておきまもともと、えー、日本代表にも選ばれたことのあるサッカー選手でして、えー、現在62歳、えー、2015年の12月にですね、えー、FIFA の決まりで、えー、各国の協会の代表はですね選挙で決めるということが決まりまして、えー、当時原博美さん、えー、現在 J リーグの副理事をやってるね、えー、J リーグ公式の YouTube チャンネルでもおなじみの原さんとですね田島さんの一騎打ちとなりましてそこで田島さんが勝利してですね、えー、2016年から 日本サッカー協会の会の長にいいいいているという、えー、方でございます、えー、この選挙の結果を受けてですね田島さんはですねオリンピックワールドカップ二次予選最終予選で結果を出すこととですね女性理事を全体の40%に増やす努力をすること新たなマーケティング契約をすること47都道府県自立のための各地域の サッカー協会の会長の方ですのでいろんなお仕事が、えー、たくさんあると思います、えー。頑張っていただきたいということなんですが、えー、なんでこの話題をここで取り上げたかといいますと、えー、正直この決定のニュースを受けてですね、えー、サッカーファンの中には、おいおいおいと。 続投決定会と、えー、嘆いている方がたくさんいるというのも事実でございます。えー、と言いますのも先ほど言ったように日本サッカー協会の会長なので、えー、いろいろ日本サッカーに関わるに、えー、難しいお仕事もたくさんやってらっしゃるんですがそのお仕事の中の一つに日本代表監督の、えー、最終決定という仕事もあります。 えなので、この動画でもね、ずっと取り上げている通り、えー、現在、日本代表の監督、そして東京オリンピックサッカー男子代表の監督、えー、森保監督なんですが、えー、成績不振だったり、やっているサッカーがちょっと見えてこないということで、えー、ファンの間ではですね、森保監督を解任しろという声が上がってます。えー、その中でですね、監督を選んだ田島会長もですね、えー、辞めるべきなんではないかという声が上がっております。えー、と言いますのも、 えー、田島会長はですね2018年ロシアワールドカップの直前にですね、えー、当時監督だったハリルホジッチ監督を解任させております、えー、ワールドカップの2ヶ月前に解任させたということでですねかなり話題にもなりました、えー、結果から言いますとその後西野監督が就任してですね、えー、短期間でうまくチームをまとめ上げて日本代表はグループリーグを突破することはできたんですが、えー、当時 話題になったのは、もちろんハリルフ・ホジッチ監督ワールドカップを決めたりとかですね一定の生成績が残してたんですが、えー、解任させた方がいいんじゃないかという声はもう声はそれはそれで別にありましたありましたが、えー、何も2ヶ月前に解任するとはどういうことだと、えー、大丈夫なのかと何が理由なんだということでサッカーファンもやもやその時もしました、えー、その時コメントを求められた会長はですね、えーまあ、信頼関係とか、えー、勝つために 勝つ確率をですね1%でも2%も上げるために決定したとか、えー、いろいろコメントは出したんですが、えー、我々サッカーファンとしては完全に全員が納得いくようなことではなかったのでうんと、えー、その時もモヤモヤがありまして、えー、そして現在、えー、森保監督を解任させろという話題が出ている中、えー、森保監督が続投決定したということで。えー ハリル・ホジッチは解任したのに森保監督が解任しないのかいとか、えー、そういった思いを持つサッカーファンも、えー、いるということでございます、えー、ハリル・ホジッチ監督を任命した決定したのは、えー、田島会長当時は会長やってなかったので田島さんではないので、えー、まあ、これはねどう取るかはもう人それぞれだと思いますけど、えー、ハリル・ホジッチ自分が任命したわけではないハリル・ホジッチは解任したけど、えー、自分で任命した 森安監督がななななかかか解任させいいいいいいのはどううううううここととううことととととよを思う人もいるということでございます、えー、そんなことになってくるとですね、みんなもやもやしてきまして、うん、この教会に派閥争いがあるんじゃないかとか、こういう派閥でもう決まってんじゃないかとか、えー、イエスマンばかりを周りに置いてですね、独裁にはなってないだろうかとか、えー、あることないこと、いろんな噂を。 がが上がっっっっっててきたたりりでですすすねいいいろんなな思惑をこちちもちょとと持ってしままるううような現状でございます、えー、日本代表がね結果を出していいサッカーを見せてくれればこういった声もなかなか上がりづらかったりするのかもしれませんが今こういったゴダゴダの中ですねこの続投決定というニュースが飛び込んできましたので更、うん、にモヤモヤしているという作家はもうたくさんいるということを、えー、サッカー詳しくない方もなんとなく覚えておいていただければと思います、えー、とはいえですね いろんなお仕事を、をさっき言ったようなマーケティング契約とかですね、いろんな難しいお仕事をたくさんされていると思いますので、我々が見えない部分での活動、活躍もたくさんあると思います。えー、一番良くないのはですね、協会のゴダゴダでですね、日本サッカーの成長が止まってしまったりとかですね、日本代表の強化が遅れてしまったり、えー、日本代表の成長が止まってしまうというのが一番良くないことなので、えー、日本サッカー協会、そして田島会長もですね、我々にこう、 ね、提示できる開示できる部分はどんどん見せていただいてですねいろんなところをクリアにしていただいて、えー、そういうごだごだなく進んでいけばいいなと思っております、えー、いずれにしてもね、まあ、田島会長もサッカーファンからそういった声が上がっているのは分かってるということもおっしゃっていましたのでその上で続投森保監督の続投も決めてですね、えー、ご自身も選挙で勝ってですね今後もやっていくんだという意思を見せておりますので、えー、信念を持って日本サッカー全体の 発展につながっってていいけばなとと、えー、僕も思っているところでございますはい、えー、それでは告知です。たびたびすいません、何度もすいません、えー。2月の2日にサッカーのイベントをやることになりました。おしゃべりフットボールインスポーツ居酒屋ストリートフラゴン。えー、町田のサッカー居酒屋でイベントをやらせていただきます。会場が17時、開演が18時となっておりまして、えー、ゲストに、 日本代表にも選ばれたことあります。安倍翔平選手が来てくれることになりました。えー、いろいろ詳しいコアな話もたくさん聞けると思いますし、えー、芸人さんもたくさん出ますので、えー、サッカー詳しくない方でも、ワイワイ楽しめる内容にしていきたいと思っておりますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。飲食しながら楽しめる場所なので、一緒にお酒とか飲んだり、料理を食べたりして楽しんでいきましょう。僕のツイッターから予約できますので、僕のツイッターもチェックしてみてください。 はい、えー、最後まで見てくださってありがとうございましたチャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いしますそれではまた次回さようなら